ジャン君、ポンちゃん。いいんじゃんか。つい最近の研究結果でですね、猫は人間を信頼しているという、実験結果が出たそうです。これどういうことかというと、世間で言われている猫は気ままで、自分勝手であると、まあ自分が一番で、人との関係性が乏しいみたいなことがありますよね。で、まあ対比として犬が、人間にですね従順であるという、ことだったんですが、実際には猫は、人間の親子のような関係性を、人間に対して感じているという話らしいですね。確かに考えてみると犬と人間は犬と人間の関係ですよね。指示を待つっていう感じで人間が命令をしてという形ですけれども、猫の場合はちょっと違う。それを、人間の側が猫の気持ちがわからないので、これは人間側の問題だと思います。人間は猫を理解しようとしないので、こいつらは身勝手に自分の生き方をしてるんだなという捉え方をしていたんだということのようですよ。さあ、これはよそのサイトで書いてあるものなので、まあ著作権などあると思うので、このような、アメリカの、研究機関がなんかこんな実験をいろいろやったようです。さあ、道理でうちの猫さんたちは、パパやママのことをすごい信頼してるなと、感じています。だからうちだけ変なのかと思いましたが、どうやらこれは違っているようですね。また別の研究が進んで、また違う結果が出るかもしれないことですけれども、現在のところちょっと喜ばしいニュースだなと思いました。
私の真っ暗です。あ、さらに暗くなってきてる。あ、行ってきます。ごめんなさい。今4時半です。これから原宿に向かいます。原宿では合唱団の練習があります。まだ明るいっちゃ明るいね。もうだいぶ4時っていうと夕方感出てるけどね。そんな季節になりました。カリサラファン打ってみてもくんは投げ、撫で待ちね。はい、よいしょ。面白いね、毎日同じ。こっちはこっちで。うん。